い、皆さんこんばんは、マーボイトビットです。今日もね、パソコンの、ゲームを遊びたいと思います。今回ね、紹介するのはね、この2018年に発売されたドットの剣ギガ、これなんですけど、見えますか？これですね。これはそのね、ゲームレジェンドで購入したんですけど、ロゴデザインとドット絵キャラクターの原案がミスタードットマンの、小野先生で、音楽が源平トーマーデンとかベラボーマンとか、の、中形 さんですね。で、ちょっと今回ね、これちょっと用意しました。パソコン用のね、ファミコンのコントローラーなんですけど、これでちょっと遊んでみたいと思います。アーケードやってみます。それで、プレイヤー選択画面なんで、ちょっとね、うさぎちゃんでやってみます。このね、バックのね、花札とかもすごい素敵ですよね。よくできてますね。さすがやっぱミスタードットマンが手がけただけあるなっていう。ちょっとね、説明書を見て、こういう感じで今自分うさぎプレイしてるんですけど、これね、ストツみたいな出し方で出ます。昇竜拳だとこれで、逆だとこんな感じで、サマーソルトキックみたいなね。で、基本十字操作ボタンと、ボタン、なんですかね、弱ボタン、強ボタンの3つのボタンだけしか使わないんで、すごいやりやすい。強いですね。これ多分敵が、雷神ですか。お、コンボ、いきますよ。おー、順調に。あー、やばい。お、防御した。ね、ちょっとね、いい感じですよね。やっぱね、ファミコン世代はね、こういうドットに、なんていうんですかね、魅力をすごく感じますよね。今はね、ちょっとね、グラフィックの、ね、最新技術はすごいと思いますけど、やっぱね、基本、ね、このドットで妄想できるっていうのが、自分はもうね、それだけで、お腹いっぱいですね。よし。やばい。よし。結構レバーガチャみたいな感じになってますけど、ボングされてる。ちょっとね、地味な実況になっちゃってるかな。おお、よし。あー、早かった。あー、逆にやられた。あ、やった。違う。危ない。よしね。今回ね、このね、コロナのせいでね、ゲームレジェンドもね、中止になっちゃって、11月のゲームレジェンドもどうなんですかね。その頃コロナもね、収束してくれればいいんですけど、そんなやっぱりね、世界中規模で感染確認されてるので、なかなかね、ゼロになるのは難しいと思いますよね。本当にね、イベントが全部中止になっちゃって。いけ！くっそ、コロナね。まあ、こいつはコロナじゃないんですけど。よーし、防御した。こいつを倒したら今日の配信は終わりにします。はい、勝負ありましたね。また、次のカエルもちょっと寄ってみますか。せっかくなんでやりますか。外で、ね、チンソー弾が聞こえますね。今更いるんだなっていう。いいですね、この、ね、背景のね、ドットの打ち込みも素晴らしいですよね。おお、強え。カエルのくせに。あ、なんか、今フリーズした。よいしょ。やっぱね、ゲームって楽しいっすよね。普段ね、こういうね、非現実世界に、現実の中でね、
いろいろね、悶々としてるとね、非現実世界でね、こう、ぶつけたくなりますよね。おー、プレー、ぶつけたくなるんだよっていう。おー、いい感じでコンボになりました。10ヒットコンボっすね、今のは。なんか波動拳みたいなの出なくなっちゃったな。あ、出た出た。今日も満月ですね、そういえばね。ああ、ね、うさぎが見えますかね。よし。ああ、しゃばった。なかなかいい感じですね。これね、ネット対戦とかあったら面白いだろうな。よし。ね、これね、確かね、定価1000円で買ったと思うんですけど、すごいですよね、こんだけのクオリティが1000円で遊べるっていうのはね。おっ、さっさとね、こうコンボとかでやっつけたいな。よし、地味な配信かな。あー、プレー、もう倒れたからちょうど。よし、いけ。あー、外してしまった、虚しい。あー、よし。今日はね、6月、6日土曜日ということでね、某フォロワーさんの日になってますけどね、うわ、これとかでね、なんかオリジナルでドット打ってね、あ、こう自作で格ゲーとかできたら面白いですよね、多分ね。でも昔そういうのありましたよね、格闘技作るでしたっけ。おお、勝ちましたよ。まあ、とりあえずね、今日の配信これで、以上になります。高評価よろしくお願いします。